こんにちは、デリッシュキッチンです。お花のデビルドエッグを作ります。お湯を適量鍋にたっぷり沸かし、卵6個をそっと入れます。12分茹でましょう。冷水にとり、冷まして殻を剥きます。果物ナイフで V 字の切り込みを繰り返し入れ、一周させましょう。白身を剥がして黄身を取り出します。ボウルに黄身を入れ、マヨネーズ大さじ3、無糖ヨーグルト大さじ1、塩小さじ1/4、粒マスタード小さじ1を加え、滑らかになるまで混ぜます。粒が残る場合はこし器でこしましょう。絞り袋に入れ、白身に等分に絞り入れます。ハムを2枚用意します。ストローを楕円になるように潰し、ストローでハムをくり抜きます。くり抜いたハムを並べ、ストローの端で V 字になるように切り込みを入れましょう。卵に花びらを飾って完成です。おもてなしにおすすめの一品です。